自然療法チャンネルなの森です今回は、えー、通勤の自転車皆さん何乗ってますかということで、えー、私は今クロスバイクに乗ってるんですがもうそれが8年目ぐらいになってそろそろ替、あのー、え時かなっていうところなんですね、まあ、オーバーホールも特にしてなかったのでそのまま街乗りに使っちゃってましたであのー、まあベアリングとかがもう だいいいぶグリスが切れたりしてるんじゃないかなかということであの、まあ、まだ乗れそうなんですけどそれをあ,の、まあ、あんまりガシガシ乗らない友達に譲って私は新しいやつを買おうかなってちょっと考えたんですけど、えーまあ、56万のロードバイクだと、まあ、9速だったりして今乗ってるスクルトゥーラ、えー、10511速のやつにちょっと互換性がなかったりして、あのー、いろいろ スプロケもたくさん持ってたりそのタイヤいっぱい持っててもしょうがないなと思って、えーまあ、せっかくスクルトゥーラ4000あるんでそれを今はズイフト室内用とあとロングライド、まあ、その自転車に乗るときだけあの外に出して乗ってたんですけど、まあ、あのただ飾っておいてももったいないので通勤にあの使ってしまおうかなって考えてます。皆さんは えどうされてますか結構温存してそのロードバイクはロードバイクで室内にこう入れておいて普段、えー、乗ってるやつは普段使い用に、えー、他の自転車を乗ってらっしゃるんじゃないかなって思うんですけど、まあ、あの収納しておく場所もそんなにたくさんうちにはないので、まあ、使い回してしまおうかななんて考えてます。皆さささんはどううれてるでしょうか、えー、もしょかかもよったらコメントをください